新時代創価学会員の皆様、こんにちは。今日はね、有名な御所で皆様方もよくご存知だと思いますけども、恵尚府にですね、恵尚の絵っていうのは皆様方の取り巻く環境をですね、身近なでは、家族、兄弟、親戚、また皆様方のお住みの町、大きくは日本国、世界と、まあこのように捉えることができます。から、絵章の章というのはですね、自分の命っていうことですね。このようにございますね。それ十方は絵方なり、主上は消防なり、絵方は影のことし、消防は体のことしと。これは意味わかりますよね。この十方世界っていうのは、恵方、要するに環境、取り巻く国、世界ということですね。で、主上は消防なりですから、主体はですね、恵尚府の尚になるわけですね。で、恵方は影のごとしですから、環境、取り巻く環境、家族、地域、世界は、影のごとしだと。で、消防は、体のごとしと、これはね、有名な御所でございますんで、皆さん方も、よくご存じだと思います。そこでね、皆様方は日蓮召集だとか、やれ、法華経だとか聞くと、もういろいろこの感情的に今まで、5年、10年、20年とマインドコントロールされておられますのでね、なんて言いますか、実態が見えないということなんですけど、皆様方のその創価学会の組織、破門された組織、また、ご家庭ではですね、日刊上人ご著者のご本尊を、コピーした偽本尊を拝んでおられる方もらいますよね。いくら皆様方がね、日蓮召集を批判しようが、現在の皆様方の、取り巻く環境を見ておらんない？あなたご自身、いかがですか？幸せでございますでしょうか？またもうちょっと目を開いて、あなたの所属しているブロック、地区、支部、本部見てごらんない？はっきり言いまして、不幸なことが多いでしょう。これはね、私が釈伏をして、今まで何人もの方から、実際にね、お聞きしていることですよ。実は黒川さん、脱会した後ですよ。実は黒川さん、私の家族はこういうふうな不幸があったんですとかね。これはもう、カッカカッカ、頭に血が昇って、日蓮召集を、批判している時にはね、間違ってもね、私の前で言わないんですが、やはり納得されて脱会された方からね、いろいろ聞いておりますとね、不幸なことはね、あなたの周りとか、ブロック、地区、支部、本部でいっぱいあるという事実を、私はもの 100% 同じことをおっしゃいますのでね、よく分かってるんですよ。これはまさにね、勝負になんですよ。客観的にね、冷静に今の創価学会の組織の中を見てごらんなさい。変な事件で、苦しんでおられる方とか、変な死に方をした人とか、急に遁走しちゃってね、夜中、夜逃げですね、こういう人とか、裁判沙汰になって何年も苦しんでおられる方とか、それと何回も言ってますけどね、怖いのは精神病ですね。あなた自身がそうかも、今聞いておられるあなた自身がそうかもわかりません。二極性障害、いわゆる躁うつ病とか、うつ病。で、また、統合失調症。こういう方おられませんか？そして一番最終的に恐ろしいのは、リストカットをしたり、自殺ですね。
総学会の方で近所の方で自殺した人も結構おられるんじゃないですか。こういうふうにね、感情を抜きにして今ご自分の周りを見つめてください。そしてあなたの現在の生活を見てください。お幸せでしょうか。もう不安だらけじゃないですか。これは何が根本の原因にあるかということです。これが創価学会の偽本尊の一番恐ろしいところということではないでしょうか。もう一回言いますよ。随僧五章、それ十方は恵方なり、衆生は消防なり、恵方は影のごとしですね。その影があなたの現実の今の不幸の姿、また周りの創価学会の方の不幸な姿ということです。消防は体のごとし、ね、あなたの命が濁っちゃってるから、創価学会の偽本尊によって濁っちゃってるから、ね、それがあなたの外の環境に出て客観的に分かるということですよ。これは日蓮聖宗法華経の前ではね、あなたたち絶対口に、しない言葉なんですけれども、やはり脱会した人から聞くと、実は黒川さん言わなかったんですけれども、これこれしかしかだと本音がね、寛解ご自戒を受けた後に出てくるということです。このね、創価学会の偽本尊というのは池田大作さんのね、地獄ガキ畜生修羅界が煮詰まった恐ろしい、あなたの想像をはるかに超えた恐ろしい猛毒偽本尊ですよ。それをあなたは家の中にね、安置して、朝夕手を合わせたり、たとえ、一生懸命バリカツの学会じゃなくても、そういうね、怖い偽本尊を、ご安置しておられるだけで生活に障りが出てくるということなんですよ。ですから私は、口を酸っぱくして何回もですね、この偽本尊を一日も早く、破棄してですね、そして正しい血脈のもと、正しい芸家様のもと、正しい指導教師、いわゆるご住職のもと、松寺の西蓮聖宗の寺院に赴いてですね、ご受戒あるいは寛解式をお受けになるということを、強くお勧めしているわけでございます。まあ今日はね、これだけにしておきます。なんかね、質問がございました。私は大阪在住でございますのでね、下に、電話番号ね、書いておきますので、お電話くださったらよろしいと思います。また東京方面の方もね、私の信頼できる男性の方おられますんでね、東京関東方面の方もお電話ください。よくお話をね、お聞きした上でご紹介させていただきます。まあとにかくね、本当に学会の方っていうのはね、不幸な方多いですよ。病気とかね、こういうものは別にその日蓮聖宗に復帰したりしたら、もう絶対一生病気にかからないなんていうことはないんですよ。病気になる時もあるし、インフルエンザにかかる時もあるんですけどね、学会の人がね、の不幸っていうのはね、普通の病気じゃないんですよね。変な死に方をしたりね、変な病気にかかったり、こう変なことがすごく起こってるということですよね。肝に銘じてですね、この随僧五所、正不二ということをね、もう一度お考えになったらよろしいんではないかと思います。今日は短いですよね。以上にしておきます。じゃあまたお会いいたしましょう。